はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8ラクリモサオブダーナ、続きをやっていきたいと思います。まあ、このまま海岸の方に進んでいきましょう。であとちょっと、まあ、操作方法ですね。基本的にはモンハンに準じた、操作方法にキーコンフィングをしました。でこいつらはなんだ、こっちやな、てか硬いな。結構ダメージ食らうのこれ。おお、あそこにもなんかごっついやつがいるけど、ちょっとまずはこっちの方から探索していこう。ジャンピングしてくるのがあったな。誰がつくんだ。ちょっとこいつでつっついてみよう。あー効かないね。あーこいつかパワーキャラでいかないとダメなんだな。結構ねこいつ動きが遅いからね。こっちの方に、あ、木がある。木が欲しいからね。ちょっとしなやかな木、しなる小枝一個だけか。あそこにもなんか変なフラミンゴみたいなやつがいるしな。あのなんか巨大生物すげえ気になるな。おら、これ必殺技ですね。なんか勝ち上げみたいなのが今のとこ必殺技としてありますね。え、これなんか鉱石みたいな、あ、これか。よし、鉄鉱石、鉄鉱石はね貴重だからね。いた。うわー、なんだ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 。おお、おらおら、やばいやばい。あ、なるほどね。なるべくヒットアンドアウェイで行こう。ブリッジチャージみたいなのが動いたね。もうアイテム何を手に入れてるんだかさっぱりわからん。あっちに宝箱のマークがあったけど、いやてかちょっとヒットポイントがやばい。回復させよう。止まってればね回復するはずなんで T2 シリーズは。あ、なるほどね、剣をしまい始めてから回復が始まるということか。そう、これで徐々に徐々に一応全開まで持っていくか。ちょっと時間はかかりそうだけど、よし OK。 ここに宝箱があるんで、あ、ここに木が3つあるじゃん。鮮やかな木だった今。しなやかなキットは違うのか。何を集めればいいんだっけ。おりゃ、あ、効かない。こいつ仕留めた後だったな。透き通ったね。あ、これは単なる2か。いいね、ここやし。で一通りは取ったかな。あとここに何かあるか。小さな葉、あれどっから行くんだ。こっちか。お、なんかあるね。え、何これ。新たなロケーションを発見。これなんていうの、青い岩みたいな。こりゃ見事な場所だな。そうか、ちょっとちょっとグロくないか。まあ、目印にはね確かになりそうだけど。ロケーションポイント、目立つ地形や絶景が見える場所はロケーションポイントとして地図に登録される。ロケーションポイントを発見すると周辺地形が自動で地図に書き込まれる。ほうほうほう、それだけ。あ、いいやつだな。ここはあれだね、タツノオトシゴみたいなやつがいるね。なんか落としたけど、どこ行った。透き通ったね、行った。うおー、ドフラミンゴがいっぱいいる。こいつも軽い骨なんだ。
それあれだな、開始からの攻撃をすると突き刺しになるね。これでジャンプしているっていう判定なのかな。おお、その間に出てきたんだ。こちらは一応な、ここにいるやつらはみんな殲滅させたいかもな。飛び越えられない。こっから行くのか。あれ、これなんかある。トクロークが埋まってるし、釣り餌かける5。え、いけないんだけど。登れ、頑張れ、よし登るんだ。あいつよ、あいつ今さ登ってたよね。登った瞬間にメンバーチェンジすればいいのかな。そんなアホな。マジでわからん。ジャンプして、ジャンプストーリャーってわけにもいかないか。もうわからんからちょっと諦めよう。こっからジャンプするとか、いや無理だな。ここか、ここに乗って、間違えた、おーりゃ全然ダメだ。ちょっと逆サイに行くか。うわー、またあのごっついやつがいるよ。あのうちに、もう常に回転しながら行こう。あ、いけいけいけ、うえ、死んだ、マジで。ちょ、待って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 、え、どうする、マジ強えんだけど。ちょ、後で蘇らせよう。蘇らせる蘇生薬1個しかないけど、しょうがないよね。で、今アドルがピンチだから、ちょっとアドルにして、ここやしを使っちゃおう1個も。いや、まさかここまで強いとは。リベンジだな。ほっほっ、はい、こんなやろ。よーし、こちら。こいつも意外にダメージ食らうからな。でもロケーションポイントは別に何もないのかな。参ります、行くぞ、交代だ。ん、あ、これはもう取ったのか。これはなんか外の人とかありそうだったけどな。これ鉄鉱石ありそう。もう一匹いるか。こっちはなんかありそうでない。ダッシュ開始からの攻撃、いいね。あれ、これ何、うおー、必要人数20人とか。泥砂20人も必要なのかよ。全然人が足りねえな。てか何人くらい集まるんだ。あ、間違えて使っちゃったよ。もったいないことをしてしまった。まあ、このまま突き進んでいきますか。てか漂流村って最終的にどれくらいの人数が集まるんだ。あそこになんか荷があるね。これは特に何もないんだな。これを切れないんだけど。おりゃー、届かないんだけど。ジャンプ力とか増えんのかな。二段ジャンプとかできるようになるのかな。あ、これ足跡っぽくない。こっちに続いてる。あ、人がいる。立たずに、こんなさ魔物がいるところに後にするとか。
ヘイ姉ちゃん、ここに一人でいては危険だ。僕と一緒に来るんだ。あなたどこへ行ってしまったの？人妻か。漂流士が集まってますっていうほど集まってねえだろまだ。アスリンてかみんなに名前ついてんのかな。さっきさ20人必要だったじゃん。ってことはさ20人分の名前を覚えないといけないの。まあ別に名前なんて覚えなくてもいいと思うけど。あれ自動的に、あ戻ったね。漂流村へ戻ったアドルたちは、バルバロスとドギにアスリンを紹介した。アリスンだった。こいつは何をしてくれるんだ。アリスン、状況は分かりました。私は町で仕立て屋を営んでいました。私にお手伝いできることでしたら何なりと言ってください。エドという男性、旦那さんか。てかみんな漂流してるのがすごいよな。必ず探し出してみせよう。アレスはもうベッド作れるよね。ベッド、漂流村に参加することになったって。漂流者の救出、合流して、まあ障害物の突破に役立ちますと。てかさ乗客何人乗ってたの。船長だったらさそれくらい把握してるでしょ。あーさっきだってる。村の防衛、いやーどこって言ってもね全然わからないんだけど。そもそもそうか、手探りで進んでいくのか。ベッド作ってくれ。ベッド、いいでしょう。いやーこんな木3つでどんなベッドができるんだ。だって布団とかはさないよね。ああでも、いやでも立派なもんだよ。今まで床に寝てたからね、それに比べれば全然いいよ。床で寝るのもそう悪くないと思うとか。一番はハンモックかな。ハンモックはねちょっとなんか酔うんすよね。揺れて。
こういう何でもできるやつがいるとめっちゃ役立つね。まあヒットポイントの回復はね、水晶石に触れば別にベッドで寝る必要はないんで。好感度が上がったってなんかちょっと嫌だな。やった、ウッドシールド。そういや全然装備品とか見てないぞ。アームって何？あ、左手ってこと？ウッドシールドプラス16。アクセサリー、そういやさあるよね、ボーンネックレス。ヒットポイント150も増えるのか。装備しよう。てかこいつら何にも装備してねえな。じゃあまた探索を続けますか。一番最初の恐竜倒した後の奥に行ってないですからね。ちょっとそっちの方も行きたいな。マップから行けるかな、ここら辺に。広域地図、広域地図って完全にこれか。メインストーリーの目的地がここ、これがさっきのロケーションのところか。で、ここは達成してる。これ洞窟の中か。で、なんちゃら岬。なしらずの海岸。あれ、ボスのところって行けねえか。まあ、とりあえずここまで移動するか、そうすると。移動できねえし、なんで謎すぎる。セレクト、目的地に設定。そうするとどうなるの？あ、なんかこっちだよみたいなのがあるのか。落車がアリスンを送っていったまま帰ってきていない。様子を見に行ってみようか。マジかよ。どこだっけ。てかちょっとジャンプのキーコンフィングを変えよう。ジャンプね、四角より三角の方が良さそうだな。で、交代が四角と。これでやっていこう。あ、こっちの方がなんか多分しっくりくるかな。急に変えるとでも間違えるんだよね、こういうのって。君たちは何をしているんだい。そろそろさ、女部屋と男部屋に分けた方がいいと思うんだよね。こっちが女性で右側が男性みたいな。相談って何何か困ったことでもあるのかよ、お嬢さん。仕立て屋さん、防具関係かな。そうすると、裁縫ね。またどうせ素材を集めてきてくれとか言うんでしょう。できて、てかさ、こういうさ絵とかどうやって描いてるんだよ。すげえ立派じゃんちょっと土下張り切りすぎでしょ。縫い物縫い物とか今んとこないからね。仕立て屋を始めた。ここでしか手に入らないものもあるんだ。で、何ができるんだい。仕立てをする。ああ、ボーンネックレスとかこういうの作ってくれるんだ。いや、いいなこれ。すげえこいつ。耐性とか増えるね。スキル熟練度プラス1とか。スキル熟練度って何。ヒットポイントが低いほど与えるダメージ上昇とか。こいつとんでもねえもん作れんなもういいよ、ちょっと素材がないからね、そもそも。いやー、すごいね。こうなんか街が発展していくっていうのはいいよね。好感度について、クエスト達成やプレゼントで好感度が上がる。迎撃戦におけるサポートスキルが強化されるって何迎撃戦って。あれ、もう行っていいのかな。
や一人だよ一人。あいるか。えついてきてる。あ突然現れたな。まあちょっとまずはロケーション地点に行ってさらにその奥へ行きますか。なんでワープができなかったんだろう。あ果実か。果実は重要だからな。ちょっともらってくる。てか蘇生薬とか作れないかな。結構意外にすぐ死ぬからな。どっちだったっけ。こっちか。あれこっちから来たんだよ。こっちから来て、あれこっから先行けなくね。もう早速道に迷ったんだけど。でこっちか。もうちょっとこいつらはシカトだな。無益な殺生はこのまん。あれなんだ。え何が起こった。こっちか。さてダッシュを使っていこう。ダッシュを駆け抜けろ無人島。え、ロケーション珍しい素材が手に入ることもあるようだ。マジで何かあったか。回復して最短ルートを駆け抜けよう。あそうか。でも総合探索率が 10% を超えるごとに何かもらえるみたいだから、なるべく隅々まで調べるのも重要だよな。あいつやだな。これ結構射程長いし。いけー。ほら、今なかなかいいタイミングだったと思うんだけどね。いいも倒した。よしよしよし。いやマジ強いわこいつ。ちょっと回復させよう。止まって、こういう時にねモンスターに襲われると辛いんだけど、多分回復スピードがアップする装備とかも従来だったら出てきそうな感じなんだけど、今作はどうでしょうね。よし、小さな歯。鉱石が欲しいよね。鉱石が、やっぱりちょっとあれだな、ダメージが通らないな。いって、ウッドシールドを装備したけどめちゃくちゃ食らうな。まだ、まあいいや、ちょっと奥へ行きますか。こいつらはシカト。まだこのマップをねちょっとあんまり探索してないですからね。ちょっと待って、こいつか。ほら、いって、とりあえず高め込め。よーし。いやこんなさ怪物がうろついてる中さ、よくやったよな。あいつも名前忘れたけど、あの女の子。だってここ通ってきたってことでしょ。この先がいけるね。っていうかこの先行っていいの本当に。あれ魚が集まってるだけ。回復させようかな。ちょっとここですごいなんかさ、水面にゆらゆら揺れてるのがさ、どういう絵になってんだこれ。結構ねこの立ち止まり回復がね重要になるんですよこのゲームは。まあ、こういうところでねちょっと時間取られちゃうのもあれだけど、マップを開いて目的地の設定もいいから、でこっち、え、こっちってこっちじゃねえじゃん。よく見りゃ
あ、移動できる。どうしよう。すげえ便利だな。で、回復できると。あー、ここね。今度ここをみんなで壊すと。あー、6人いるから。なるほど、なるほど。ちょっとその前に、あの奥もな、行きたいんだよな。よーし、いいレベル。ちょっとこっちの奥に行ってみましょう。なんかいきなり強敵が出てきても嫌だな。ただで、ここで防音ネックレスを取って引き返してきたから、さらにその奥ですね。まあ、敵は見た感じ弱そうだけど。あー、ツタか。なんか多分いつかこのツタがね、登れるようになるんだな。で、それまで先に進めないと。なるほど、このモグラをぶっ倒してる。ってことはやっぱりあの岩の先に進まないといけないのか。でもさ、あんな女の子一人のさ力があったところで、男がさ増えたんだったらまだわかるけどさ動かせるようになるもんなの？釣りの秘密、意外なものが釣れるっていう、その意外なものが何なのか知りたいよね。まずこいつちょっと邪魔そうだから片付けよう。先にいた油断したおら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 、さて、じゃあこれをまずこれを回復して養成しよう。無駄な人たちでもさモンスターがいる中をかいくぐってここまで来てんのかな。だから鳥はさ何の協力もしないだろう。お前はありがとうみんな。撤去する様子はないんだね。イベントポイント、よし頑張るぜ。スキルは使えば使うほど熟練度が上がると。でスキルレベルが上がるのか。なるほどね。うわー、ここに宝箱ゲット。プルの宝石なんだ、物が分からんな。うわ、来て追いかけてきてるよこのキモいやつが。なんだかんだで最初の技が一番使いやすいなこれうわ来た来た来た、あ、危ない危ない、行け。え、めっちゃダメージ食らうんだけど。濁った粘液がすごいな。お、なんだ、鳥がいるね。鳥が、え、もしや卵を奪うとかそういうひどいことしないよね。新たなロケーションか。鳥鳴き岩、卵は栄養があるんだよとか言って。こいつは面白いな。あ、まあ、単なる、え、ここになんかあるんだけど、ここやってみよう。山鳥の卵を手に入れた。なんかすごい罪悪感感じるんだけど絶対割れてるでしょ卵とか。これさ、バランスよくいけばこの木登れんのかな。敵が邪魔だけど、うーん、なんか難しいな。モンスターの生息率がすげえな。うわ、またこの地面に来た。そろそろヒットポイント回復に入らないと。またきつくなってきたけど、地図はどれくらいのあれなんだろうな。隅々まで調べないとやっぱり埋まらないのかな、こういう風に。
まず端を埋めて、そこから中を描いていこう。あ、こうやって埋まってるね、埋まってるね。左の地図を見ると、あ、リンゴ発見、リンゴ。これをゲットする。あれ、ちょっと待って。来るのみ。あれ、あそこなんかあるけど、なんだっけ、取ったっけ。取ってないよね。あれ、何、漂着物バツになってる。あ、セイレン麦だな。いまいち。これ魚？あ、魚だね。ちょっと釣りをしてる暇はないから、上を行こう。この走ってる時にね、Lボタンを押しちゃうと、超下技が出ちゃうんだよ。オオカミさんいっぱいいるな、ここ。これ絶対普通のさ、一般人のこと危ないでしょ。ていうか、俺もやばいし。このオオカミのいる中で、回復をする。ポイントを回復するのも大変だ。てかもう少し防御力を上げたいよね。そうすると他の2人動かした時絶対すぐ死にそうなんだけど。いやー、こんなさ、オオカミのいる中でさよくヒットポイント回復できるよな。ここなんかあったの今。あっちか。あれ、これか。あ、でこっちもあるってことね。まあ、オオカミはね、雑魚だからね、慣れれば。で、道的にはこっちでいいね、本当に。一発当てて、下から使えば、スキルフィニッシュ。ここは下っていく感じか。逆サイも行ってみようかな、そうすると。じゃあ、ダッシュ。ダッシュもうちょっと早くてもいい気がするな。だって普通に移動するのがこれで、ダッシュがこれだからなんかあんまり速くなった感がないんだよね。一発当てて技、このパターン。ほらほらほら、宝箱あったりするし。鉄鉱石3。これ下に落ちたらさ、またやり直すか、下から。登れない。あとはこれか。綺麗な花っていうのを手に入れた。え、もしかしたら下に落ちないといけなくない、これ。そもそもよじ登れないよね、ここから。よじ登れた。こういう地形にもやっぱ慣れないとダメだな。無駄な移動が増えてしまいそうだ。ここなんかある？引っかかった。待って。あ、なんだ？なんかあるっぽいけど、なんだ？お、登れた。え、なんかある？ちょ、マジでわからん。え、こっちの方に木があるね、木が。よし。素材はね、多分いっぱい持ってて損はないと思うから。で、あれ？こっちからも行けんじゃん全然気づかなかった。ここだな。ここになんかありそうだけど、上を見てみようか。なんかある？いまいちわからん。もう取った後なのかな。まあ先へ進んでいきますか。こうなんか一回さ、取ったやつはさ、少し黒くしておいてほしいんだけど、で復活したらまた色がつくっていうような、じゃないと分かりづらい。あ、そうか、さっきのロケーションのところなんかあったかもしれないね、珍しい素材が。おお、ちょっとなんか新しいところに来たから。じゃあちょっと今回はこれで終了して、次回はこの先ですね、探索していきたいと思いますので、今回はこれで終了します。